さーて、どこあるんでしょうね。どうか古墳群。さっきから着きました、着きました、言うたんですけど、どうなんでしょうね。何にもそれらしくもないんやけど。あ、平岡地区。整備事情。これかけないか。着きました、着きました。この辺なんでございますけどね。畑ばかりや。いや、田んぼばかりや。田んぼばかりやからね。待ちなさいや、これ。これが開墾しないところへんが古墳の跡かね。いやー、何にもないぞ。それらしきもん何にもないぞ。あ、上は雲が止まってるしね。ないね。着きました、着きました、ぞーっと言うんだけどね。いやー、何にも見当たらん。この辺そうかね。そうやったらこの辺なんか古墳の感じでもあれやけど、何にもね、造成されるんでは分かりませんね。造成の跡地やから。まあまあ、この辺が何にもやってないけど、何か関係あんのかね。いや、これは放置されただけやな、農地の。あの向こうはこっちね、全部こっちや。ああ、ちょっとね、あれ、ちょっとね、あの辺の崖は危ないな。無理だね。いや、ない。古墳はないし、困ったもんやね、これ。ああ、それは全然あれやもんな、古墳でも。ああ、すごい。ものすごい風で砂が目に入って、まだ吹いてるからね。広岡古墳群、見当たらん。わかりませんか。ただね、ナビではここゼロメーター中だよ。この辺でね、ゼロメーター中だかな。どういうこっちゃ、何にもないんやけど。まあ、いつものナビやから車内か。あれ、あそこなんかね、あれなんかちょっとね、こんもりと山があるんやけど、あれは何でございましょうかね。はい、あっこにちょっと行くよ。カズラグランからものすごい暴風が吹いてきてますわ。これ関係ないか。関係ないでございますか。こんもりね、古墳の形してるけど、関係ありませんでしたか。この上どうですか。いや、この上も畑だけやね。見当たらんね。下から見るとこれこんもりするからね、可能性あるかもしれない。違いましたね。田んぼの可能性でございました。いやいやね、いや、それでもなんかやっぱりもうこんもりしてるね。こんもりしてますけど、やっぱり違うか。この辺も放置地でございますけどね。ひまわりかな、これ。ひまわりいっぱいあるな。いや、畑。いやー、やっぱり違うか。違いますね。ああ、すごい風吹いてるからね。
競技だ。これロープウェイや。商店ありませんか、商店。ロープウェイどこや。平岡古墳群、探すのできなかったですか。そしたらグーグルさんな、グーグルさんお願いやから、横にありますよっていうのは案内しないでほしいんやけど、グーグルさんは、横にあります。近くの古墳群でな、横にすぐありますって表示されるもんで。これね、違うやろな。ただ、斜面やろな。これね、どう見ても。残念でございました。奈良盆地でございます。霞がかって、ちょっと見えないね。ここから、だいたい、ブルガーの2キロがあるのかな。奈良までね。だから、若草山とか、普通は見えるんやけど、見えへんね。ずーっと右に振ると、南に振ると、ね。これ、ここ右のさ。もっとちょうど右に振ると、これ、これ、船井さん。ぐらいかな。わかるのか、わからへんな。平岡古墳群、見ることできる。一気も見ることできる。車でだいぶこの辺うろうろしたんだけどね、それらしくも全然なかったんでね、すいませんでしたわ。この辺一帯がね、平岡古墳群があるみたいだけど、わかりません。残念です。はい、後で調べてみましょう。さっぱりわかったんだね。はい、ありがとうございました。後で調べします。